と小林です。さっきは、首まで、首と甲羅取るとこまでやりましたね。今度は甲羅取ってからその作業ですね。で、今回はメスなんで卵が入ってます。卵を取る前にここに。これは尿おしっこ、はい、おしっこがあるんでこれ潰しちゃうと臭くなるんでおしっこね、これを一番初めに取ります。はい、わかるかな、これ、これね、でつまんで取ったら取れるから、はい、まずこれをちゃんと取ってから処理しましょう。おしっこね、取る。どうしてもこういう風になってる。で、から処理します。で、卵があるんで、まず卵を抽出します。今度卵を抽出します。で、これは血管とか網膜とかついてるから1個ずつきれいに取ってきます。多分これはうちの若い人が後で取ってくれると思うんで、とりあえず雑に取っちゃいます。はい、これ1個ずつこれ押せばきれいに取れる。はい、卵の取り方でした。はい、卵の抽出です。そしたらここから、まあ、心臓とか内臓とかいっぱいあるんですけど、胆のうとかを抽出する前にとりあえずもう、あとはもうこれ全部食べれるんで、食べれる部位なんで一緒に炊いちゃって後で食べればいいかなと思います。で、次はここのところに包丁入れるんですよ、ここの周りのところ、はい、甲羅があるんですよ、ここがで、こうやってやると自然にこういう風になるんで、ここのところにスーッと包丁入れる。包丁入る。はい。そしたら、今度はここを引っ張ってあげる。そうするとここ全部切れる。この甲羅に合わせてね、はい、まっすぐ切ってあげる。反対側も一緒。皮こういうふうに貼れば、皮こういうふうに貼ってるの分かる、はい、貼れば包丁がスーッと入っていくから、これこのままこういうふうにやったら皮ぐちゃぐちゃ、皮が貼ってないから切れないけど、皮貼って親指を押して、じゃあちょっときれいに取れるから、はい、取れてるの分かる、はい、でこのまま包丁入れて、それと、きれいにペロンって入れる。では、あと、もう一回入れます。そしたら内臓系外していく。で、これは天然の油ね。はい、めっちゃ美味しそう。もうちょっと4月5月ぐらいになるとこれはもうちょっと黄色くなるんで、それはこれでいい。で、半分に渡していきます。ここにどうしても肛門があるんで、こっち側につけるとこっち側につけるとはもう好みになっちゃうから包丁切るんで、はい、とりあえず真ん中に包丁入れて出して、でここに一箇所切る包丁があるんで、そこに入れて
で、これはこちら半分につけて、で、これは使えない部分でつけます。で、足の爪ね、こういうふうに押してあげると足広がるから分かるでしょ。はい。こういうふうになってるのをこうなってるのをこうなってるのを広がるから、はい。じゃあここに関節一箇所あるから、これを長い感じよく綺麗に落ちる。こっちに押して、よしよしよし、ちょっと綺麗に落ちる。はい。でこれをまた半分にする人もいっぱい、この時点でうちは耐えてから半分にするから、このまま全部耐えちゃう。だから6等分落ちと8等分落ちと12等分落ちかな、間違ってないけど、ごめん、それ記憶があんまりないけど、うちはこの4等分で家庭でやるときは生で食う人もいるんで、お刺身で出してとかする人多いよね。でこれ保健所の問題で生で出しちゃいけないんで、生では出さないんですけど、で一応やり方だけ取っとこうかなと思って、はい、で基本的にこれ本来ではこれ外さない人多い、はい、外さないでつけたまま炊いちゃう、みんな。だけどやっぱり生で食べる人とか 生で食いたいっていう人がいるんで、食いたいって言う人がいるんじゃなくて、出しませんけども、そういう人がいたらそういうふうにやった方がいいんじゃないですかって話で、はい、であとはこれ、こっからこれに向かってギューって、ここにもこれがあるのギューって、でよいしょ、こんな感じ。はい。もう反対側も、これも今度は逆から、こっち側からスーッてやって、同じ形で。こんな感じ。はい。そうするとこんな形になります。とこれをまた半分に切る人もいれば、ここのお肉の部分を取る人もいます。お肉はこの辺ね、バラして、はい、よいしょ。美味しそうだね。食べないの？食べないけど美味しそうだね。こんな感じ。はい。よいしょ。でこれもさっきと同じように足を押して広げて、よいしょ、こんな感じ。
正規箇所完成となります。そしたら飛びます。はい、でこれでおしまいです。あとは頑張ってね。